日本東京都杉並区、桃井桃井は東京都杉並区にある地名。現行行政地名は桃井一丁目から桃井指定目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は167-0034。杉並区の北西部に位置する。町域の東は関八通り、南は大梅街道が隣接町域との境となっており。 東から西へ一丁目から四丁目が並んでいる。練馬区南部から杉並区西部を経て、武蔵野市東部にかけては、三方寺池、全福寺池、井の頭地等に見られるように古くから、豊富な地下水と湧水が多く、桃井にも桃の井と呼ばれる湧水がある。現在も桃井二丁目にある桃井第一、小学校内に桃の井は存在するが、現在では自然湧水ではなく、 ポンプによって地下水が汲み上げられている。関東大震災を契機として、都心から郊外への人口移動が進む中で、比較的早期に区画整理が行われたため、域内の道路はほぼ東西南北に規則正しく伸びている。住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、桃井4から12から21の地点で64万3000円。 平方メートルとなっている。桃井の名の由来は、明治8年に地域内に建てられた桃井第一小学校にちなんでおり、当学校は東京中野の桃園学校の分校として創設された。翌明治9年に独立した際に、桃園の桃と当地の旧村名である地の井村の井から名を取って桃井と称したと言われている。また桃井が杉並区の町名となったのは、 戦後の1964年、当地区に住居表示が実施された時である。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。